はは。い、さんんこにちススタジオアスカのマチャです。今回はなんですけど大工のですねハイエンドシーバスロットに絞ってですね2004年からですね2014年のカタログまで僕持ってるんでそこから実際問題大工のシーバスロットで一番 いいやつとかね。で何なんだろうとで。それはもうね、あの、ね、値段が一番高いやつっていうのを見ればいいんだけど、例えば、ロットの素材として、ブランクスを使おうと思った時に、どれがお得なのかとかね。そういうのをね、ちょっと系譜でざっくりね、紹介した方が、なんか面白いことわかるんじゃないかなと思いまして、 今回ね調べましたよ。<laughs> 俺結構大変だった。で時折ねあのカタログの方もですね、えー、と出していこうかなと思います。多分ね著作権とか大丈夫じゃないかなと思うんだけどねあれって申告罪だからね大行が文句言ってこんかったらまあ大丈夫。で大行は今おらんかなうん大丈夫かなはい大行がいないことええー、ことにですね えー、このルアービルダーのね、あの、まちゃくんがですね、語っていこうと。えー、いうことなんでね、えー、多少ですね、ちょっと、あの、面白おかしくやっちゃってる部分があるんで、えー、っと、人によってはね、ちょっと不快な思いをされるかもしれません。はい。それではね、いきます。えー、っと、2004年のカタログです。はい、じゃーんと。 一応、ま、この二つですね。えっ、ー、と、アルテサーノっていうのと、デスベラードですね。はい、こちらね、2004年のね、カタログです。はい、アルテサーノです。えっ、ー、と、まずね、メインがですね、タフビームっていう、なんか、粘りが出るなんか、素材ですね。粘りがある素材。それと、ピュアカーボンの多重バイアス構造ということになっておりまして、 で、バット部分にコーダー製カーボンボロンアシストを、えー、使ったものになります。で、ガイドはチタンです。で、定価が4万7千から5 0 0 0円とあります。と。いうことですね。えー、これがね、僕の持ってるカタログで一番古いカタログなので、えー、これをちょっと基準にね、語っていくような形になろうかと思います。で、もう一つの基準っていうのがあるんですよね。それがですね、 こちらのデスペラード。これですね。デスペラードも、えっ、ー、と、一応こ、何、チタンガイドなんですね。で、えっ、ー、と、メインカバとかはね、ちょっとわからないんですけど、ここですね。 えと粘りと高弾性率を向上した新素材タフビームと、えー、高弾性カーボンとのコンポジットブランクスでこの新素材タフビームの採用により従来のカーボンでは苦,とされ苦手とされたねじれや潰れに対してもはるかに強く、えー、レジンが少ないため、えー、脅威の敬老感を実現したとありますと、まあ、この辺は 今ではね、まあ当たり前というか、なんだろう、島ノもこういうのをなんか作ってたりとかね、してたんですけど、これ2024年なんで20年前の話になります。はい。で、そこで、えー、っと、このね、デスペラートに関しては、このデスペラートの S コンセプトというのは、スローテーパーをまあ意味をするということを、ここで言っております。まあバレ とか、ね、まあ P ラインに変わっていってて B ラインって魚がバレやすい特にシーバスみたいなジャンプする魚はバレやすいっていう風にされてましたのでまあいわゆるエラー洗いですねまあなのでまあこういったなんかテーパー設計っていうんですかねそういうのがまあ流行ってた時期っていう風に考えていただければいいと思いますはい、えー、このようにですね えっと、この2つの基準っていうのが、まず代行っていうのはありますと。まあ、1つは、アルテサーノみたいに、ボロンアシストを使って、ちょっとパリッと仕上がったような竿を。で、もう1つは、デスペラートのような、いわゆる、その、よく曲がるというか、同調子みたいな感じで、えー、いわゆるスローテーパーで、 えー、魚をばらさないように取っていくっていうなんかいわゆるムーチングスタイルってやつですかねそういう,うーなんつうのかなヘラ竿的な竿の,のコンセプトですねこの2つのコンセプトっていうのがありますのでこれをちょっと押さえていただきたいなと思いますちなみにこれ定価が3万7千円から4万6千円となっております いわゆるなんかこのコストパフォーマンス重視系の差はこちらのデスペラード系統になります。だからここからアルテサの系統とデスペラード系統にまあ分岐する、していたと。ちょっと2000年以前のカタログがわかんないんで、わかんないんですけど、2004年時点ではこの2つの系統があったということですね。はい。まあバスロットでいうところのコブレッティと バローズみたいな感じかな <laughs>、うん、まああんまりまあそこはあそこでちょっと系統がちょっとまた違うんでちょっとうまいこと言えませんけどはいえっ、ー、と続いてですけどえっ、ー、と2005年のカタログですね2005年のカタログなんですがえっ、ー、とアルテサーノ相変わらずアルテサーノなんですよでここでフェルザスっていうのは登場しますねフェルザス いわゆるメイン30トンカーボン、中断製で、ね、モデルによっては低断製、中断製のハイブリッド。で、ガイドはチタン。で、定価が27,500円から3 4 0 0 0円。で、インローつなぎとなっております。はい。じゃあ、カタログの方をね、見てまいりましょう。はい。だーっといってですね。はい、ここでね、アルテサーノがありまして、えー、ここはフェルザスですね。はい。 えっと、メインがですね、えー、30トンカーボンですね。で、えー、っとね、モデルによってはですね、中段性、低段性の、えー、ハイブリッドしたやつを採用しております。はい、モデルがね、結構たくさん出てまして、まあ、例えばこの辺でしょうね。型番ですね。これが、まあ、低段性、中段性の、まあ、ハイブリッドモデルですね。 まあこれはなんかウェディングゲーム用のやつですね。とかね、あとこの辺。ここ。これ。と、あとここか。これですね。この、まあ以上、この3つですね。これが、まあいわゆるする、まあ4つが。4つあるね。ここに、ここと、ここと、ここと、ここあるね。あ、これカーソル出ねえんだ。 えっと、これ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 でしょうね。まあ、モデルによってはっていうところなんで、まあ、いろんなモデルがありますよっていうところですね。はい。なので、まあ、で、言,言ってみれば、デスペラートの系風を引き継ぎつつ、さらにバリエーションも向上させたっていう感じで、まあ、ハイエンドというよりは、 コストパフォーマンスモデルって言った方がいいのかもしれないですね。まあ、ただ、一応チタンガイドは搭載されているので、えっ、ー、と、このね、プレミアのブロスよりは、まあ、値段が多少高い状態になってます。これもあんまり変わらないんだけどね。モデルによっては長いやつがあるから、フェルザスがなんだろうな、同じぐらいの感じになってんのかな。 このね、ペルザスの位置づけっていうのが結構なんか微妙なんですよね。はい。それがね、なんで微妙になるかっていうのは、またこれ後のカタログでちょっとわかるところになります。はい。えっ、ー、と、続いてなんですけど、2006年のカタログですね。はい。えー、こちらなんですけど、えっ、ー、と、アルテサーの相変わらずハイエンドです。で、フェルザスがいます。 でね、初代プレミアの誕生から十数年ということでですね、三代目プレミア登場します。はい、プレミアっていうと、なんか、大工の話をすると、なんかおじさんがですね、なんかプレミアが良かったとかなんか、あとね、大工がこの後ですね、潰れるんですけど、2014年に潰れるんですけどね、その時もね、やっぱプレミアが良かったとかなんかいう、そのプレミアっていうのが初代にあるんですよ。 で、それの、えっ、ー、と、2代目がさっき見せたプレミアブロスになってて、えっ、ー、と、どれかなはい、ここですね。えっ、ー、と、プレミアが出ましたと。で、これがね、一応3代目になるみたいです。で3代目プレミア。 初代プレミア誕生からおよそ十数年3、ね、代目プレミア登場とありますと。はい、えー、これ2006年カタログなんでねプレミアが出たのっていつなのかなってちょっと推測するとですねまあ10年前だったらこれ1996年なんですよ。ってなるとおそらく93年。 かな十数年って言うから、言い方的にね、十三か十二ぐらいなのかなぁと思うんよね。これ僕はこの時代知らないんですよ。僕中学生だったんで、知らないんです。まあ、料のザウーパーは知ってたけどね。うん。両 <laughs> 理はなんか知らんけど知ってたんだけど。えー、っと、なんか知らんけどこのね、プレミアとかは知らなかったです。 はい。まあこんな感じですごい幅広いモデルとしてね、まあ出ましたよってとこなんだけどね。はい。2006年のカタログで、まあ特筆すべき点というんですかね。まあちょっと変わった点と言ったらもうこれしかないぐらい何もなかったです。はい。で、まあ多分2代目がプレミアブロス。で、ちなみにブロスっていうのは、あの、マリオブラザーズってなんかあのファミコンのね、ソフトがあるやん。 あそこのタイトル画面見たときにさ、マリオブロスって書いてるじゃん。まあ要するに兄弟っていう意味です。まあ兄弟だから二代目とはまた違うんじゃないかと思っちゃうんだけど、うーん、まあ、初代プレミアがお兄ちゃんなら、弟がプレミアブロスで、それで三代目プレミアっていうのでこれが出ちゃったみたいな感じなのかなうーん。まあ、 も毛利元就からの毛利輝元までの間に毛利高元っていうのがいるんで <laughs>、えー、まあ、いわゆるあの毛利元就の息子、長男が高元なんだけど、高元が早死にしたから、その子供の輝元、だから孫の輝元よね。に、えまあ、ついで1、2、3なんで、まあ、プレミアブロスどうなのかな。う そうね、足利義政からの、えっ、ー、と、何、弟に家督譲るって言ってたが、富子が、いや、私の子供を将軍にとか言って、王林の乱が起こったみたいな。まあ、そんな感じかね。<laughs> わからんけど、二代目、二代目に、二代目は弟に譲、家督譲って、で、三代目プレミアーは、その、えー、弟の子供で登場みたいな。まあか、そんな感じかな。わからんけど。 うん、まあとにかくねこの何でこれを取り上げたかっていうと大公はこのなんかね1代目2代目3代目とかっていうような言い方が好きみたいでなんか系譜があるんですよそれが後のねちょっとポイントになってきますなんか大工はこういう言い方をよくしますはい、えー、ではねえっ、ー、と2027年カタログということでねはい展開しますとですね えー、まず相変わらずアルテサーノです。で、フェルザス・レガーロっていう、えー、新しい機種が出てきました。で、ここでですね、あの残念ながらフェルザスは広角ということになります。フェルザス・レガーロの方が、えー、高価格帯の商品になるからです。はい。で、このあ2007年登場のですね、えー、とフェルザス・レガーロなんですけど、 えとね、メインかバット部分かわかんないですけど、35トンベースの、えー、高弾性カーボンを使っております。はい。で、あの、後半になるにつれてですね、この35トンベースとかなんかいう、この言葉がね、だんだんなくなって、抽象的になってきますんでね。はい。この辺がね、あの、ちょっと貴重というか、この大工を知る上ではですね、前半が結構重要ってことをね、一応お伝えしておきます。えっ、ー、と、ガイドはチタン。 で、定価は4万円から4万4千円ですね。先ほどですね、あの、フェルザスがね、定価2万7千500円から3万4千円だったというところですね。なので、まあ、アルテサーノは定価、えっ、ー、と、4万7千から5万6千円ってことなんで、まあ、これに比べると、ちょっとワンランク落ちるのかなってところなんですけど、やっぱりデスペラードの系譜を 引き継いだっていうところで考えると、まあ、デスペラードの改良型なのかなっていうような位置付けですねはいでちなみにですけど、えー、カタログ見ていきましょうえっ、ー、と2007年、はい、のカタログですはいえっ、ー、と2007年のカタログとだーっといって まあまあ、まあまあ、まだね、アルテサーノがあります。で、ここですね。えっ、ー、と、フェルザス・レガーロですね。えー、この時代のガイドなんで、Y ガイドとかですね。あと、まあヘビーモデルって言ったらいいんかなわからんけど、あれはハイスピンダーガイドとかね。そういったものは搭載されてる時代です。はい、この4機種になってます。ちょっとごめん、マウスのカーソル出ないからね。パッと出すしかできないんですけど。 はい。で、ここでね、ポイントになるのがですね、えっ、ー、と、レイヴンっていうモデルです。これ,これで映るかなああ、映らん。こ、こ、この上にレイブンってあるんですけど、レイヴン。ね。これが、あの、後のね、あの、キーポイントになりますので、えー、ここをちょっと、あの、留意しといてください。はい。レイヴンっていうモデルがあります。というところですね。 はい。今度はね、2008年のカタログです。で、ちなみに、えっ、ー、と、私がですね、ルアービルダーを始めて、まだね、シーバスのミノを作ってた時の時代です。で、大根のことは一丁も知りません。はい。で、ここはですね、えっ、ー、と、フェルザス・レガーロになりました。そしてね、アルテサーノはですね、カタログの巻末に追いやられております。えー、不穏な空気がちょっと流れてます。 フェルザスはですね、アルテサーノが窓際族になったので、えー、たった1年でですね、ナンバー2にまた返り咲きます。フェルザスがですね。なので、えっ、ー、とー、まあ、こんな状態になってるんですよ。はい。ねねフェルザス・レガーロ。で、フェルザス。で、プレミアっていう風に続いていくんですけどね。だーっとね、下に行くとですね、 はい、ここもう追いやられちゃってるアルテサーノがねここで追いやられちゃってますねはいね究極技術到達基準を目指したロッドプロジェクトロッツプロジェクトから誕生したアルテサーノピュアカーボンプレ,プリプレグを、えー、タフビームをメインマテリアルに金属繊維特有の高反発力を発揮するボロンでアシストした 軽量、高感度ブランクス、スピゴットフィエルール、個性的なグリップデザイン、富士チタンフレーム SIC リング、ガイド、えっ、ー、と、ハニーソフトン加工、特殊、防滑加工かな特殊防滑加工ね、えっ、ー、と、防滑加工とね、を施したリールシート。まあ、要するにあのー、なんて言ってんかな よくゼニスとかのリールシートがそんな風になってましたね。なんか変な黒いゴムみたいなのがついてました。えっ、ー、と、どれを取っても寸部の妥協点は見つからない。と、えっ、ー、と、満を持してたですね、アルテサーノがですね、なんと、あのマドギ際族に追いられるというですね、えー、そんなね、事態になりました。はい。ちょっとね、不穏な空気がね、流れますよね。はい。 で、えっ、ー、と、これでね、まあ、フェルザースはアルテサーノのマドギア族になったので、まあ、繰り上がり当選的にね、またナンバー2に返り咲きます。はい。えー、そしてね、えっ、ー、と、2009年のカタログですけど、こちらではね、はい、これが出ました、えー。タイドマークアルテサーノキャスタシアですね。はい、こちらが出ました。はい、これですね。タイドマークシリーズ。 ねえー、勝ちの真珠に迫る極上のゲームを楽しむためにねはいえー、っとね、まあ、アルテサーノや、えー、コブレッティを輩出した、えー、ロッツプロジェクトから、えー、5年、えー、新たな最高水準最高品質を目指してタイドマークシリーズを誕生させましたっていうことですね、はい、やっぱりね、えー、ここポイントになるのがアルテサーノっていうのとコブレッティっていうバスロットねこの2つ のロットっていうのは、やはりこの大工では肝入りだったっていうところが、ここで伺えるんじゃないかなと思います。はい。で、一応ね、アルテサーのキャスタシアっていうのが出ました。出ましたが、えー、これね、一応2009年のカタログなんですよ。ってことはね、これ世の中ではですね、富士からですね、K ガイドが出たんですよ。で、この K ガイドっていうのが、 えー、この時代の背景を言うとですね軽ガイドにあらずんばロッドにあああららずずんロッみたたいなな感じの、ね、風潮がマジであったんでっすよなんかオーシャンガイドとか Y ガイドとか HV ガイドがついてるロットは古いというふうにされていて軽ガイドこそがこれからの新コンセプトロットだっていう人たちとですね、えー、前のロットの方が良かったというか前のガイドの方が良かったっていうことでですね えー、僕をはじめとするですね、軽ガイドクソじゃないかっていうね、えー、派閥に分かれておりました。はい。まあ、これはね、えっ、ー、と、後に登場するですね、2017年のですね、えっ、ー、と、S 型ガイドリング。えー、これでですね、軽、えー、ガイドのですね、糸抜けが悪いというのが多少改善されました。はい。まあ、それで、まあ、着地したっていう感じですね。 はい。まあ、それまではね、まあ、K ガイドね。うん。あんな斜めにしてね、ね、有効断面積減っちゃってるじゃん、みたいなね。そんな、そんな感じです。<laughs> はい。で、にもかかわらずですね、この竿はですね、まあ、多分開発して、いきなりボンと出した時に軽ガイド出ちゃってたんで、えまだね、この時はね、 まずトップガイドがね、MNST じゃないんですよ。FST なんですよね。で、えー、っと、あとね、L ガイド。で、Y ガイド。だから、あの、アルテサーノと同じガイドを使ってたんですよ。はい、ということです。まあ、にもかかわらずなんだけど、値段がね、7万5千から7万8千というね、まあ、すさまじい <laughs> 値段ですね。 これはね、すごい。だから当時、こんなに高い竿ってなかったんですよ。で、後にこのタイドマークっていうのは、ジギングロットとか、エギングロットとか、ね、他の釣り物、ね、昭和時期ロットとかね、そういったものも出すんですけど、まあみんな高価格帯です。これはすごかったですね。すんごい高い竿が出たもんだと。えー、ちょっと当時をね、振り返りますね。 で一応ね、この前作のアルテサーノを量がするっていう過去事象ってあるんですけどね。えっ、ー、と、多分、値段的にですね、ちょっと戻りますね。えっ、ー、と、アルテサーノがね、4万7千から5万6千だったんですよ。で、同じガイドを使ってるにもかかわらず、定価が7万5千から7万8千。ま、あ、それはね、やっぱ高級モデルってこともあって、えっ、ー、とね、 コルク使ってたりとかしますけど、他にね、なんだろう、その高くなる、値段が上がっちゃう点っていうのが、特にないんですよ。リールシートがオリジナルってこともなければ、これ富士ガイドなんで、まあ、特になんだろう、その、アルテサーノとね、ガイドがなんかこう、変わりましたっていうようなところもね、ないので、これは純粋に、ブランクスが、まあ、ブランクがね、 えー、高くなったんじゃないかなと思いたいですね。じゃないと3万円も高くならないと思うんですよね。3万か2万か2万円ぐらい。2万増にはならないと思うんだよね。まあちょっとコルクが気になりますけどね。コルクで高くなっちゃったのかなとも思うんだけど。うん。まあリールシートはね、富士だから。うん、やっぱブラン ななのかなと思うんですけどねでも一応その系統としてはボロン使ってるんでやはりあのアルテサーノですね旧作のそのアルテサーノの、えー、系譜は踏んでるんじゃないかと思うんですよだから実質これって何だろう次世代のアルテサーノっていうまあそういう位置づけなんじゃないかなと。 まあそう推測します。はい。えー、では、次の、えーとね、カタログですね。えっ、ー、と、2010年です。はい。ここぐらいですね。えっ、ー、とね、タイドマーク、アルテサーキャスタシアにですね、モデルが追加されました。はい。2010年カタログです。はい。これですね。2010年カタログになります。 えー、ここですね。アルテサのキャスタシアに、このニューって書いてるやつがありますね。4、えー、3機種か。3機種ほどあります。最初出たのがね、4機種だったんだけど、そこから機種が追加されて、3機種増えてね、7機種になります。はい。で、これ、違いは何なのなんだけど、ガイドがね、変わったんですよ。はい。えっ、ー、とね、まず、 MNST 搭載しました。で、KT ガイドと KL ガイドを搭載してます。この new って書いてるやつがそうですね。はい。ここでようやくですね、K ガイドをですね、投入します。だから前のガイドはね、Y ガイドとかね、L ガイド。だから旧作のアルテサーノと同じガイドをつけてたんだけど、ここでやっと K ガイドがつきましたよ、ということになります。 はい。えー、それとですね、えっ、ー、と、フェルザス・レガーロですね。で、一応まあ、あの、フェルザスもね、まだいます。はい、これが2010年です。はい、続いて2011年ですね。2011年といえば、大光60周年記念ということでですね、えー、カタログはですね、えー、このようになっております。いしょはい、こんな感じ。えー、アニバーサリーですね。えー、60周年記念ということで、はい、このような、 ことになっております。はい。えーで、あの、もちろんね、タイドマークアルテさんのキャスタシアがですね、えー、絶対的なね、ナンバーワンに君臨しております。で、追加モデル特にね、なかったと思うんですよね。うん、ないですね。7機種のままです。うん、だからガイドシステムもね、まあ変えてないままになります。で追加モデルだけ軽ガイドっていう形になってますね。 はい、ちょっとなんかその辺がまた不穏な空気になってますね。そして、はい、ここで登場します、レイヴンです。で、これはですね、えー、っと、早い話ですけど、あの、前作のレガールの血統を引き継ぐという風にあります。ので、これ僕の邪水なんですが、ひょっとしたらですね、キャスタシアもね、追加モデルには K ガイド搭載したじゃないですか。だったら、 レガーロにも軽ガイドを搭載しようということになったんじゃないかなということで、レガーロに軽ガイドを搭載しただけのモデルがこのレーブン、レーンか、レーンじゃないかなというふうに思います。だからこれはね、多分ブランク的には変わってないんじゃないかなと思っちゃうんですよね。で、定価もですね、5万6千から6万円ってことで、 よ、悪いことじゃないと思うんですよ。その、レガーロもね、竿的には僕使ってますけど、悪い竿じゃないし。で、このレガーロの血統を引き継いだっていうところで、そこでなんか、K ガイドに刷新したっていうところでね。うん。で、そこで、まあ、レガーロっていう名前じゃなくて、名前も刷新しようってことになったんじゃないかと思われます。一応ね、レガーロもね、コルクグリップだったしね。 うん、あんまり変わってないと思います。ちょっとデザイン的には黒をまあ何もブラックカラー仕上げみたいな感じでもう漆黒みたいな感じでね出てますけどね。はい。あとねこれとねもう一つちょっとなんか変わったことがありましてこれちょっとはいあのー ハイエンドモデルでは何でもないんですけど、まあ新しいスタンダードモデルということで、ランスマンっていうのが出ました。で、これはですね、えっ、ー、と、24トンカーボンから、えー、35トンカーボンを使用した。でデステ、デスペラートのマンドレルを使用しているところから、おそらくこれはデスペラートの系統で、 えー、さらにね、そのコストパフォーマンスをなんかちょっと重視したものじゃないかなと思われます。その証拠に、一応 E カラーフレームの、えー、SRC リングですね、まあ、要するにステンレスの軽、えー、イ道が搭載されております。で、24トンから35トンカーボンっていうのは、まあ、どういうものかっていうと、えっ、ー、と、標準男性から中男性ぐらいのカーボンになりますね。 で中男性引っ張り強度がですね、強いので、えっ、ー、と、さっきのデスペラート的な系統では、まあよく多用されてるカーボンだと思うんですよ。まあ要するに、んなんて言ってるかな。折れにくいって言ったらいいんかね。引っ張り強度が強いんで。中男性がね、一番引っ張り強度強いんですよ。標準男性と高男性の間にあるトン数なんだけど、 こいつら、こいつは、えっ、ー、と、要は、引っ張り強度が、そこだけ強いんで、折れないんですよね。折れにくい。まあ、そんな差はできます。で、低断性よりも引っ張り強度が強いんですよ。はい。で、一応ね、この時点ではね、価格はね、オープン価格になってます。あとね、これ。これなんだけどね、はい。 えっと、ここでね、大光のブルーレベルっていうのがね、えー、出てきてます。ね、あの、メイドインジャパンではなく、メイドイン大光、ブルーレベルでっていうね、<laughs> はい、メイドインジャパンじゃなくて、メイドイン、えー、メイドバイ大光っていうね、はい、なんかポエムがあるんですけど、<laughs> えー、35トンプラスね、40トンカーボン採用のね、えー、機種なんですけど、 えもちろんなんかコストパフォーマンスモデルですよ。なんだけど、このカーボンをね、使用してるっていうことだから、これはなんだろうね、プリプレグの不良在庫処理なのかってちょっとね、睨んじゃってんですよね。ただ、このね、35トンとね、40トンカーボンっていうのを、一体どこに使ったんかっていう、だから要はバッドガイドだけしか使ってないとかっていうんだったら、あ、バッドガイドやな。 えっと、バットセクションにしか使ってないとかって言うんだったらちょっと嫌だなと思うんですよね。なんか、要は、高弾性ロットとかって言っとって、ちょこっとここだけ高弾性使ってるから、高弾性カーボンロットだよって言ってるような、そういう感じっていうのかな。あの、ああ、メガニ様の時に、何やったっけ、あの、カブのなんかドラッグレースってのがあって、で、なんか、最、最後のクラスは、えっ、ー、と、もうなんだろう、ブレーキだけ、 株のパーツが使われてたりとかっていうその株のパーツが1個でも使われてたら OK とかいうなんか変なクラスがあったんよ。なれに慶一がなんかあの出場させられてでまあね案の定止まれなくなるんだけどまああんな感じだよね。なんかどこが株だよっていう,もうここだここだけが株なんですっていう <laughs> あの説明があったんだけどね。まああんな感じですよね。はいえー まあそれもちょっとね、あるなあ、匂うな、と思うんだけど、大、ま、工、あ、ブルーレーベルだからこそ実現できた本当に使えるロットを追求しました。要するに、ブランクス、とりあえず、日本で焼きました。もしくは、えー、カーボンのプリプレグを、向こうで焼きました。こっちで焼きました。その棒を、 中国で組み立てましたそんな感じかな中国だったっけなこれチャイナだったと思うんだけど確か材料だけいいのを持っていったんだったら本当に使えるロットだと思うんですけどね35トンプラス40トンカーボン採用で定価がですね18,000から2万円っていうねえーっていうような感じなんだけどね実は安っ ブランクスって安いんじゃねえのかなってちょっとあの邪水しちゃうんですけどいやもしもこれを額面通りに受け取ろうもんならですねリメイクはむしろこいつからリメイクした方が得だったんじゃないかな説があるんですよはいこれちょっとまた今度試そうかなと思いますけどねちょっとこれはあの僕がちょっと何気にやばいなと思った カタログですはい。よく読み込んでみるとね。まあ、あんまり僕、シーバスロット見なかったからね。まあ、よく読み込んでみるとね、結構やばいこと書いてますね。これ、本当にそうなのみたいなね。はい。眉、ま、唾、あ、です。あれ、あの、買いたい人はね、自己責任でお願いしますね。もう、これはあの、本当確定的なこと言えないし、あなんだったら、この、代行の社員じゃないと分かんないと思う、香料。これはさすがに。 うん、で、えっ、ー、と、これを、ねまあ、見る限りですね、なんか、えー、60周年なのにね、なんかごたごた感が否めないというね、まあそんな年ですね。<laughs> はい。なんか、限りが見えてますよね。なんかこう,こういう、なんか、レガーロに軽ガイド搭載しただけモデルがなんか出てきちゃったのかなとか。 うーんでなんかデスペラードのマンドレルを使ってなんかこれのカーボンで作りましたよランスマンとか。でなんかメイド・イン・ジャパンの品質にこだわって国内生産にこだわってますの大工がメイド・バイ・大工でブルーレベルで中国で作るというね、えー、そういうのが出てきたりとかしてるんだけどなんか35トンプラス40トンカーボンっていうねまあ高断性ロットですよね。 まあ、超高段性のワンランク下のカーボンですけど、はい。これを定価1万8000円から2万円で出すというね、なんかプリプレグのなんか不良在庫処理なのか、それとも、なんかちょこっとだけこれを使ってる詐欺ロットなのか、わかりません。はい。はい。続いてね、2012年のカタログいきます。はい。えー、2012年ですけど、 あのここは何も変化ありませんでした、えー、タイドマークアルテサーノ・キャスタシアが相変わらずハイエントです。で、えーっと、レイブンですね。はい、この2機種になります。またこ,この系統がこれになったよって話ですね。2004年のこの系統ですね。このアルテサーノとデスペラードのこの系統が2012年では、えー、っとキャスタシアと、えー、レイブンと。 いうことになっておりますはい。で、2013年カタログです。はい。えー、ここでですね、ちょっと変化がありました。えっ、ー、と、タイドマークアルテサーのエボルティアというのが出ました。はい。じゃあ、ちょっとね、カタログ出します。はい。えっ、ー、と、アルテサーのエボルティアですね。えっ、ー、とね、一応ね、ボロン・マテリアルのブランクス・テクノロジーの集大成。10年目の、 10年の節目を迎えた限定シリーズとありますね。10年の節目を迎えた限定シリーズ。何、何の節目なんだろうって。ボロンマテリアルブランクステクノロジーの集大成ってあるんだから、これひょっとしたらなんだけど、えっ、ー、と、2004年にあったアルテサーノは2003年に出たんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですよね。そこで初めてボロンを搭載したアルテサーノが出て、 なんかその前にもう一本なんかそのボロンが搭載しないけどアルテサーノっていうのがおったんじゃないかなって思うんだけどちょっとよくわかりません、ね。はい。まあなんですよね。だから4代目アルテサーノっていうふうに言ってます。このエボルティアがね。で、3代目がキャスタシアっていうふうにまあ逆算するとですね、2004年からはアルテサーノ。これが2代目なんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ初代は、で、10年目の節目。 これはね、ん、どうなんだろうっていう感じです。で、えっ、ー、と、ガイドがですね、チタン、K ガイドシリーズを中心に組んでおりまして、定価は7万円から7万9千円となっております。だから何が変わったんって感じなんだけどね、ここはちょっとわ、ね、かんない変化です。その、うん、キャスタシアの時に、Y ガイドとか L ガイドといったような、 古いガイドを搭載してたモデルっていうのが混在してたんですよ。そこを整えてきたのかなっていう感じですかね。だから実はね、いろいろ書いてるけど、ブランクス変わってないんじゃないかなと思います。大きな変化を言うと、結局ね、ガイドを軽ガイド中心に刷新したっていう感じなんですよ。 で、これが2013年になります。はい。で、で、あの次の機種がですね、あのレ、レイブンですね。レイブン。はい。で、レイブンのね、このロットのラインナップを見てもらうとわかるんだけど、やっぱりね、レガーロなんですよ。で、ここでちょっと思うのが、あ、というか、えっ、ー、と、レイブンを、例えばベイトにリメイクとか、 なんかその、ブランクスをなんかその材料として扱うっつんかな。要は、グリップをなんかもう分解して、で、ガイドも取っ払って、棒だけを利用するっていう話にするんだったら、うん、ひょっとしたらね、レイブンよりはね、レガールの方が安くていいかもしんないですね。まあ僕はあの、ト,トラドアーツが、トラドアーツじゃないんだね、あれ。トラ トラッドアーツがですね、何気に気になるんですけどね。トラッドアーツがすごい気になって気になって仕方ないっていうとこなんだけど、まあ、その、レガーロにそのいう素材がないんだったらレイブンでいいかもしれないけど、多分同じんじゃないかなと思いますね、これは。正直なところ。で、これは以上ですね、2013年のカタログでした。 はい。続いてですね。いよいよですけど、えっ、ー、と、大ですね。2014年カタログです。で、これが代行の最終章になりますえ。つまりですね、釣りの事業から撤退ということになります。はい。この時どうなってたかというとこなんですけどね。すみません、ね。この動画がね、シースボミ展開になっているのはね、これは代行のせいなんですよ。代行ここで終わっちゃってるから、 しり、要はシリスボミ展開なんですよ。もう要は終わりますね、これ。ね、2012年なんてもう変化全くないですからね、もうここ、シリスボミなんですよ。シリスボンだから潰れたんですよ。はい、ということなんですよね。はい。えー、っと、2014年はね、ちょっとすごいですよ。さすがね、最終章ということでね、面白いですよ、これ。えー、タイドマークアルテサーノエポルティア TZ チューン。ね。と、出ました。 この,この最終局面にして。ジオング投入みたいなね。そんな感じ。で、エボルティアにトルザイト搭載しただけじゃないのっていうとこなんですよ。まあ、それもそのはずで、2014年にトルザイトが出たんですよ。で、エボルティアにトルザイト搭載しただけモデル。で、定価は7万円から7万9千。うん、ちょっと待ってみたいな感じになりませんタイドマークアルテスさんのエボルティアの えー、定価はですね、7万から7万9000。これ1年前に出たやつですね。で、それから1年も経たずして、えっ、ー、と、トルザイト搭載しただけで、定価が据え置き。これ、どうなのってとこなんですよ。トルザイトなのになぜか定価が据え置き。えー、これぞ本物の、えー、閉店セールなのかというところなんですよ。はい。皆さんどう思いますこれ。なんかここで今さら、 なんかダメなブランクスを出してきて、そのトルザイトとその SIC の価格の差をなんかこう相殺させるようなことをやってたかなって考えると、それもちょっとおかしな話なんですよ。だってここでもう終わっちゃってるから。だから、これは本当に閉店セールだったんじゃないかなと思うんですよね、実質。トルザイトなのになぜか低価が据え置き。<laughs> っていうね。だから、あの、タイドマークアルテサのエボルティア TZ チューンは、 トルザイトのガイドリングが欲しい人は、それも必死罪にできると思うんですよ。ちょっとね、これ人によっては、なんだろう、お買い得品になってしまうかもしれない。はい。まあでもなんかトルザイトなんですけどね、あの、この3年後ですね、2017年、えっ、ー、と、SIC にですね、S 型ガイドリング、要するに薄型が出てきましてですね、えー、それでまた立場がね、危うくなってる。 ですよ。2017年。はい。それをまだ知らない。トルザイト。はい。そんな時代です。はい。え、それと、え、タイドマークアルテサーのエボルティアですね。こちら SIC のチタンなんですが、こいつは J 型です。J 型。S ではない。S は17年。まだ S は出てない。うん。で、えー、もう一つね、不可解なですね。 えー、機種が出ましたイノセントですねシバ、えー、スロートシリーズってやつですあのこれ昭和式ロットもあるんですよはいイノセントで高弾性高強度の国産カーボンプリプレグを採用もう抽象的でんとも抽象的な表現 <laughs>、あのー、もうあのもうほんと最終局面なんだなっていう感じですで、えー、チタントルザイトリングを搭載しております で、定価が4万7千から5万6千。だからこれね、チタントルザイトリング搭載しちゃってるからな。どうなんだって。ね、出血大サービスなのか。ね、エボルティアの TZ チューンと同じくですね、出血大サービスなのか。それとも、安いブランクスにトルザイトを搭載して、その値段なのかは不明です。わかりません。ただ、 イノセントっていう言葉を調べてみると無実の罪のない潔白な純粋な様無邪気な様というね意味がありますのでやっぱりイノセントって大公最後の出血大サービスなんじゃないかなと思いたいですねはいということでした最後にですねこの最後の、えー、カタログをですね、えー、皆さんとですねあの鑑賞していこうかなと思います2014年、えー えっと、1951年から始まった歴史がですね、2014年に終わりましたと。はい。そういうことですね。はい、バスロット。で、タイドマーク、エボルティアですね。で、パーガトリーでしょ。 これは、まあ、プラッキングモデルっていうんかな。で、えー、この時ね、ソフトティップのロットっていうのが流行ってたんで、まあ、それに引きずられたっていう形ですね。だから僕は最初のロッキーショアの方が好きです。はい。で、エボルティアの TZ チューンドっていう、まあ、これはトルザイトリングを搭載しましたよと。ただ、 あのトップガイドだけは SIC のガイドリングを搭載しているようです。はい。ねアルテサんのエボルティアですね。こちは SIC のモデルです。ただし、J 型です。まだ時代がね、J 型なんで。で、ね、なんか、平鈴キロットね。で、オーシャニクスですね。これね、僕がね、あの、生放送でね、うっかりしゃべっちゃったからね。 だってさ、3万円の定価のロットでこ、なんか、パームスのこれと、何だったっけ、ど、どこどこ、どこどこのこれの、どっちがいいですかとか言われて、じゃあ、お前は3万円出せるんだな。だったら、中古でオーシャニクス買えよっ、つって。当時ね、オーシャニクスの中古が2万7千円ぐらいだったの。で、たくさんあったんよ。で、なんでこれ買わねえのかなって思ってたんだけど、それをパッと話したら、あの、オフシュアのですね、 えっと、大工のですね、あの、タックルベリーの在庫はですね、な <laughs> くなりました。今ねオ、オフショアはね、買いモデルしかないですね。買いモデルと、まあ、ハリマオとヘミングウェイしかないですね。オーシャニクス消えましたね。僕一本あるんですけどね。はい。いや見てんだなって思いましたね。はい。だから、あれ売ったの僕ですよ、多分。 で、これですね。イノセント。ね、シ和キャスティングロッドということで、まあ出てますが、まあなかなかいい値段しております。で、一応ね、あの、ヘビーなやつは、なんかステンレスのガイドですね。使ってたりとか。ほんといろいろです。で、平鈴木モデルとかがですね、 えー、この何トルザイトリングをなんかつけてるみたいですねはいでこちらがですね、えー、トルザイトリングのガイドフレームを使ったシ、えー、C、バスロットになりますでこの値段なんですよ価格帯がねもうバグってますねだからね出血代サービスなのかどうなのかってところなんだけどね ちなみにリールシートはですね、この頃はもう VSS が出てますので、VSS の16が採用されております。で、全てアップロック方式にて装着ということになっておりますね。アップロック嫌なんだよな。なんか、ずれるんだよね。あの、ダウンロックがいいんですけどね。ただね、なんだろう。VSS のね、アップロックは、かっこいいっていう風に当時されてたんで、 とにかくね、VSS はね、アップロックが多かったです。ダウンロックにしろって思うんですけど。あの、オフィスユーカリのね、ジョーカーはね、ダウンロックだからね、そこは気に入ってるかな。やっぱ僕ダウンロックが好きなんでね。だってなんか小指の辺でさ、なんかスクリューが当たるんだよね。あれが僕嫌で、うん、回っちゃうんですよ。で、 これまだね、樹脂ロックナットも出てない時だったと思うんだよね。だからね、リメイクするんだったら樹脂ロックナット入れたいかなとも思いますね。樹脂ロックナットはね、富士ガイドのですね、隠れた名作だと僕は思いますんでね。樹脂ロックナット突っ込めるとこ全部樹脂ロックナット突っ込みますからね、僕は。だから、つららのですね、アベントゥーラにもね、樹脂ロックナット 詰めましたね。ハンマーで叩いて入れましたね。はい。ということでした。はい。長い間お疲れ様でした。これね、生放送でね、やってもいいかなとも思ったんですけどね。ちょっと生放送にすると、なんだろう、そのコメントをなんか読み上げる時間もなんかなかったりとかするだろうし、まだ生放送のなんかこの運営の仕方もよくわかってない。 うん。まあ、あとはなんか僕の生放送を見る視聴習慣もできてないのに、いきなりこれをぶっ込むというのもね、なんだんだったんで、まあ、このような形でね、まあ、あ、なんつうんかな、その、録画というか、あの、アップロードの方で、えー、ちょっと、させていただこうかなと思いました。はい。まあ、いかがでしたでしょうかってところなんですけど、 えとさ最後にね、えー、まあ、聞いてく、まあ、最後まで聞いてくれた方々にですね、まあ、私のね、その代行ロットですね、えー、のまあ、思い出話とかをですね、あの、コメントに書いてください。ちょっと、当時のことはね、分かんないからね、返事がちょっとできないと思うんで、まあ、最低限ハートマークを押します。はい。 ね、ちょっと面白いコメントがあったら、また、あの、後日のね、動画でちょっと紹介させていただこうかなと思います。はい。えというわけで、え今回は、ダイコーのですね、えー、シーバスロットハイエンド機種を、えー、中心にね、えー、ちょっと解説をしましたが、いかがでしたでしょうか。で私ですけど、今ですね、チャンネル登録が えー、1万人目前になっておりますがですね、えー、目標は10万人なんでね、1万人通過点なんですが、えー、っと、早いところですね、あの、年内中には達成したいなと考えておりますので、えー、チャンネル登録とですね、高評価の方よろしくお願いします。えー、っと、あとね、このリメイクの材料で、これいいんじゃないかという話あるんですけど、これはね、確実ではないというか、僕の憶測なんで、 えっと、買うのはね、ほんと自己責任でお願いします。はい。あとは、そうですね、なんか、じゃ、もっと邪推があるとしたらですね、実はその、なんかアルテサーノとですね、その、アルテサーノキャスタシアも同じやねえかとかってちょっと睨んでるんですけどね。何が違うんだって正直言いたいんですけど、はい。まあ、お方ブランク違うんじゃないかなとは思うんですけどね。同じガイド使ってるし。 コルクでそんなに値段があるわけないし。ということでね。どうなんだろうっていうとこなんですけどね。で、一応ね、あの、アルテサーノなんだけど、2004年から、あの、カトログにあったやつ。あれは、僕も使ってるんですけどね。なかなかいいですよ。で、ガイドをひんむいて、今のガイドに変えちゃおうかなと思ったんですけどね。もうそのままなんか使えちゃってるんで、もうそのまま使っちゃってるっていう感じで、もう、何年 ?5 年ぐらい経ちましたけどね。 はい。アルテサの砂って言うんですけどね。砂って書いてるんですよ。漢字で。はい。今、M キャロとかに使ってますけど。なかなかね、いい、いい竿です。<laughs> なかなかね。なかなかね、キャストマックス16で9フィートの竿ってないじゃん。うん。そういう点でもね、なんか面白いスペックだなと思って買ったんですけどね。はい。そんな感じです。はい。えーね、まあの、高評価とね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。 なんかこれからもね、こういう、何動画を出していこうと思います。えー、っと、そうですね。な、なんか、リメイクの動画とかですね。でとりあえずね、まあ大工のカタログをね、まあたまたま持ってたから、こういうことができるんですけどね、まあとのやつはちょっと持ってないんでね。うん。まああとはちょっとよくわかんない、うん、感じですね。 まあこ,これだけねなんか大工っていうのがね結構尖ったメーカーだったからじゃないかなとも思いますこんなの正直なところですね天竜じゃちょっとできないかなと思いますねはい天竜だとちょっとなんかマイルドマイルドになっちゃってるんでうんちょっとなんか語るのが難しいかなと思いますねはいまあ僕も天竜のドルトは何個か持ってますけど大体んだろう普通でスタンダードで あの、よくもなく悪くもないから買いましたみたいな感じで、まあ、その分お買い得なんですけど、ね、えっ、ー、と、ジギングロッドとかね、お買い得なんですけどね。えー、まあ、まあそんな感じです。はい。生放送もね、やりたいかなとは思うんだけどね、ちょっとね、生放送でなんかできそうな題材っていうのがないんですよね。なんか、金井先生みたいに、 事件とかなんかは扱うんだったら次々に事件って起こるから生放送できると思うんだけどこの大工なんかね多分一回コッキーじゃないかなっていうふうに思うんですよねまああとは実際に中古ロット買ってきてさなんかこれどうやかこれはどうだとかいやこれでちょっとベイトシバスロット作ってみたよとかなんかそういう話ぐらいしかできないんかなと思うんだよねはい ということでですね、えー、終わります。ご視聴ありがとうございました。